皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田正弘とマネージャーかずみです。はい、今回はですね、昨年大変ご好評だった企画、はい、検定企画ですね、うん、はい、こちらの本番の映像を見ながらですね、まあ、かずみさんと一緒に振り返っていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。今年もね、頑張っていきましょう。はい、はい、まあ、まず早速コブね、これがね、そう、転倒しちゃったんだよね。転倒事件です。うん、まあ、ちょっとね、あの種目別の解説っていうのはこの後ね、あの振り返っていきたいなと思うんですけど、はい、どうでしたか、まず実際こう YouTube で検定企画やってみて。うん、なんか緊張したんですけど、うん、すごくあのコメント欄が温かくて。本当だよね。そう、結構自分でだったら悪いところばっかりこう見えがちというか、うん、できてるところとかをまあ、あまり気づけなかったりとかするんですけど、うんうん、そういうところも褒めていただいたりとかして、すごく楽しくできました。そうだね、あの、うん、僕たちの場合はその一シーズンを、まあ、検定の時間だけにこう費やしてるわけじゃなくて、はい、こうスキーを楽しんでいくっていう流れの中で、まあ、一つのこう目安としてね、うん、例えば僕だったら和美さんをもうパウダーに連れて行きたいとか、うんうん、まあ、海外スキーに連れて行きたいとか、いろんなこう思いがある中で、まあ、一つの目安としてね、やっぱりこうスキーの魅力、楽しさをこう発信してる身として、まあ、検定企画やってみたらどうかなということでね、一緒にこう頑張ったんですけども、まあ、昨年は惜しくもコブが不正値がマイナス1点、はい、で他の種目は実は合格点だったんだよね、うん、はい、なんですけれども、まあ、やっぱりこう改善するところっていうのはあのやっぱり上を見ればたくさんあると思うので、うん、まあ、そういったところも含めて、まあ、種目別でね、解説していけたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、はい、はい、それでは1種目目不正値、はい、問題の不正値種目そう、1種目目から不正値だったんですよ。うん、どうでしたかこの種目は。この種目は事前講習の時の方が落ち着いてできて、実は、うんうん、この1ターン目からもうなんていうのかな、大きく回っちゃったんですよね、うんうん、コブからはみ出しちゃって、はいはい、1ターン目からあ、ちょっと大きくなっちゃったって思いながら修正を試みてたんですけど、途中で片足になっちゃったんですよね。そうだね、まあ、やっぱり下で見ててもね、ちょっとやっぱりこう外側に膨らみながら、うん、あのターンを描いてたから、やっぱね、このまんまだったらスキー回しきれないんじゃないかなっていうところで、ちょうどねそういう目になった時に転んだから、やっぱり印象としてはね、やっぱりあんまり良くなかったと思うんだよね、うん、はい、ここでこらえれてればね、また全然上のミスもね、あの挽回できるぐらいだったと思うんだけど、うん、まあ、やっぱりこうなるべくして起こったことだったかなと思うんで、うん、まあ、不正値はね、今シーズンまたちょっとレベルアップして目指して頑張ってやっていきましょう。はい、はい、そして小回りですね。小回りですね、はい、この種目はどうでしたか。この種目はこの時すごい春雪というか、うんうん、なんか重かったんで、ね、うん、コントロールするのがちょっと大変だったというか、回すのが大変だったんですけど、うん、小回りの方が苦手だったから、あまりスピードが出ないっていう点では良かったかな、暴走しない。あ、そうだね、うんうんうん、雪質ね、本当に難しかったと思うんだよね。でこういう時にこうバーンがいい時の小回りをやるってやっぱ実際難しいんで、はい、まあ、こう気をつけていくとことしては、やっぱこの荒れてるこの春雪に、まあ、足が取られてこうなんだろうな、スタンスがこう広がったり狭くなったりとか、このバラつき、うん、これが目立っちゃうとやっぱりこう減点しやすいポイントにはなってくるんで、うん、まあ、結果的にね、合格点ではあったんだけど、まあ、来シーズン改善するのであれば、やっぱこの足の開き、閉じるなら閉じる、開くなら開くっていうところで、はい、もうちょっとこう明確にね、あの見せれるとよりこう加点が期待できるんじゃないかなというところがあるので、まあ、そのあたりね、はい、小回りの精度を高めていくというところを目標に今シーズンは頑張っていきましょう。はい、はい、はい、そして3種目目は大回りですね、うん、はい、大回りですね、はい、この種目はどんな印象でしたか。大回りは、まあ、この全部の種目の中で一番まだなんか自信があるってわけじゃないですけど、うんうん、まあ、安全かなと思ったんで、うん、この雪質だったらもう少しスピード出してよかったなって思って、うんうんうん、最初、なるほどね、そう、最初がね、もう途中からスピード落ちちゃったんですよね。そうだね、下から見てると、うん、正直ね、この種目に関しては
うまいなってね、多分俺言っちゃってると思うんだよね。そう。うまいって言ってると思うんだよね。だから、あの、印象としてはね、そんなに悪くなかったんですよ。はい。そう、ただ、あの、失速してしまったっていうのは、その通りだなと思っていて、うん、やっぱりこう、検定って、まあ、もちろん絶対評価、何点を取れば合格っていう目安があるんだけど、はい、やっぱりこう、他の受験者の方々に比べてどうなのかっていうのも、やっぱり人が見る競技なんで、うん、あの、影響せざるを得ないと思うんですよね。そういうところで言うと、まあ、同じ技術レベルでもスピード感があった方がやっぱりよりこう合格には結びつきやすいので、はい、まあ、大回りももちろん合格点だったんだけど、大回り、あとこの後の総合滑降なんかはもう本当にね、今シーズンは加点を目指していいと思ってるので、うん、そのあたりのスピードの次元をね、普段の練習からちょっとずつこう上げていくということを、はい、僕もね、ちょっと意識して指導していきたいなと思います。 お願いいたします。はいはい、そして最終種目総合滑降ですね、はい、こちらはいかがでしたか。総合滑降を全然練習してなかったんですよ、うんうん、実は。そうだね、そう、事前講習で初めてやったんじゃないかぐらいじゃないかな。総合滑降ってなかなかね、種目として練習する機会少ないと思うんだけど、うん、これね、あの、俺もちょっと実は反省点で、はい、種目の練習やってもよかったなと思ってて、うん、滑りはね、大回り同様に、あの、結構良かったんだけれど、はい、構成の部分でやっぱりね、大きいターン、ちっちゃいターン、大きいターンっていうのが、まあ、総合滑降の基本ではあるんだけど、はい、ちっちゃいターン、小回りをあんまりね、うん、多く入れなくてもいいと思うんだよね。うん、そうなんですね。うん、あの、見たいのはやっぱり大きいところから小さいところ、うん、はい、小さいところから大きいところのターンサイズが変わった時に、まあ、しっかり安定して、あの、リズム変化ができてるかどうかっていうところが、あの、着眼点なので、はい、まあ、そこさえ見せれればいいから、あんまり小回り長くしちゃうと失速しちゃうんだよね。うん、だからスピードがつながる構成っていうのを、まあ、今シーズンね、意識してやっていけたらいいんじゃないかなと思います。はい、お願いします。はい、ということでね、あの、流し見をしながらスローモーションを交えながら、あの、昨年の検定の動画をですね、振り返ったんですけれども、まあ、全体を通してもうちょっとこういう風にこう今年は頑張りたいなみたいなことあったりしますか？全体ですか？うん、いやでも今からちょっと思ってるのが、うんうん、2回目の方が緊張しそうって。そうだね。そう、実はこの時あんまり緊張してなかったかな、うんうんうん、どっちかって言ったら吉田プロの方が本当だよ、ね、緊張してて顔がこわばっててずっとそうだね、慣れてきたからこそっていうところはあるかもしれないね、うんうん、だからやっぱりこう日頃、まあ、僕たち特にやっぱり最初にお話した通り、まあ、検定だけに向かって練習してるわけじゃないから、はい、あの、普段の滑りの中からね、やっぱりこうできること、まあ、さっき話したこうスピードアップだったりとか、うん、まあ、スタンスのばらつきがないだとか、まあ、そういったのを練習練習って感じじゃなくて、はい、こういろんなね、あの、コンディションだったりいろんなシチュエーションを、まあ、たくさん滑っていく中で、あの、どん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 こう習得していって、でその目安としてね、またあの、今シーズンはできればね、去年よりはちょっとこう早いうちに、あの、検定一緒に受けれたらいいんじゃないかなと。そうですね、はい、いうふうに思ってるんで、うん、まあ、視聴者の皆様も今シーズンですね、一級合格目指してる方きっといらっしゃると思いますので、はい、かずみさんと一緒にね、うん、なんとか、あの、みんなで合格してね、したいですね、みんなで、はい、お祝いをね、みんなでしていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回はですね、昨シーズンのかずみさんの検定企画の動画をですね、僕たち自身で解説させていただきました。検定のね、本番の滑りってなると、まあ、実際細かい技術的なお話というよりは、さっきお話ししたようにもうこれまでやってきたことを出すことが大事で、はい、あとはこうスタンス幅が変わらないとか、まあ、スピード感を出していくだとか、うん、意外とやるべきことっていうのは単純かつ明確だったりするので、そのあたりがね、少しでも皆さんの参考になればいいんじゃないかなというところで解説させていただきました。はい、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。ありがとうございました。